大宮山の神社は、東京都小笠原村父島にある神社。父島中心部の大村集落裏手にある、大宮山の山腹に位置し、大宮山公園に隣接する。1593年、徳川家康の世を受けて、南海探検に出た家臣の小笠原定よりにより、小笠原が発見され、この時、大日本甘寺ス港大神宮の地と記した標柱が、 父島に建てられたと伝わる。1675年、長江門漂流を受けた、調査のため島谷一座江門らが父島を巡検した、際、父島北岸の宮の浜に、天照孝大臣、本田分家の命、雨の子屋根の命の御柱を祀った、守護神社を創建した。1876年に、小笠原が、日本領として、国際的に認められ、 日本人移民が島に定着していった後の1886年、大村集落に隣接する大根山に社殿を造営し、大和宮とした。1895年には、現在地に社殿を移転し、社名も大和山の神社に改めた。1912年には尊社に、列格。1941年には豪王社に、昇格された。太平洋戦争の戦況が、 厳しさを増していく中、1944年に、小笠原島民の共生疎開が実施され、それに伴って、本社も、本土の東京都芝区の芝大神宮、ついで、西多摩郡、三田村の御岳神社に仮遷座した。父島の社殿は、戦争末期の1945年に炎上し、消失。戦後の1946年、 府中市の薬雲神社境内に社殿を造営し先座。その後、長らくアメリカ統治下にあった小笠原諸島が1968年に日本へ返還され、旧島民の帰祷が始まった。その中で本社再建を願う声が上がり、1972年、東京都神社町の圧戦で、旧境内地に商社殿を造営、28年を経て再び島に先座することとなった。 1979年に、現在の社殿が完成。アマテラス本田人、ホ分けの命、雨の小屋根の命の三柱上に、雨のノミ主の命、大物主命を行し。例大祭は、毎年11月1日から3日の3日間、開催される。主な催し物は、相撲大会で、1日目に子供相撲、2日目に大人相撲が開かれ、母島の住民や、 海上自衛隊用途航空基地の隊員なども参加して個人戦と団体戦で争われる。3日目には、三越の巡航と住民による演芸大会が催される。小が、沢原丸の二見港入港、出港に合わせて解所している。御主員、御主の授与が受けられるのもこの時間帯である。入港日、出港日以外は基本的に解所しない。 毎年1月1日に七島で開催される日本一早い海開きでは、大宮山の神社の神職が海の安全を祈願する神事を取り行う。ありがとうございます。